どうも皆さんこんばんは、吉村です。さあ、ポケモンをやっていくんだけど、前回は本当に申し訳ない。拙者この報いはいずれ受けるでござるよ。で、下記の試練、これ変わってんだって。3ムーンと違うらしいから、すげえ楽しみ。マジおもろかったかんな、3ムーンで炎の試練ね。そう、踊りなんだよな、下記は。また間違い探しかな。あー、やっぱそうだ観察力。あ、いきなりだな。あ、まあ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 、まあ1回目だからね。さあ、外れさせる気があるのかどうか。これ真ん中ちょっともう一回、もう一回、ちょっとよく見てなかったあー、真ん中だわ、真ん中だ。これ2回見たやつ俺ぐらいじゃねえかあの、どういう面白要素を入れてくんのかって考えてたからさ、真ん中見てなかったわ。まあ1回目はね、これ意味わかんないよね。当てたら突っ込んでくんだもん。これ捕まえられないんだっけ。確かこのガラガラが炎とゴーストだよね。じゃあ、地鳴らしでワンパンできないかな。攻撃力高いからワンパンあるよ。さすがに進化してるし、硬いか。てか、ガラガラレベル18でも進化してんの？それとも、大人の都合であれになってんのかわかんない。この炎の試練はね、ギャロップできると思うんだよ。地面タイプだからね。もうそのために捕まえたまであるしね。炎対策だよ。あと、最悪言わん子もいるし。経験値高いな。さ、こっからだな。3回あるんだよね、確か。え？これ、これあれやん。前回の2回目の間違えてる方がこれだったんだ、確か。変わっとるわ。え、こっからどう変わんの？想像がつかんな、これは。え？いや、これはわからん。え？もう一度、もう一度。え、全然わからん。あー、口の開け方だ。口の開け方だ。あーってる、あってる、あってる。こういうパターンか。じゃあ3回目どうなっちゃうの？ 3 回目どうなっちゃうの？あ、やっぱアローラーってなんでポケモンみたいになってんだよ。これじゃ懐かしいな。大地、これ前も大地さんだったっけ。ブーバーか。まあ地鳴らしで速攻でしょ。ワンパンかよ野生のガラガラより弱えじゃねえか。あ、でも経験値はめちゃくちゃ高い。何を基準に経験値高いんだろうね。ポケモンの重さかな。なんか重そうなポケモンってなんか経験値高くない？そんなことない？はい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 。カメラシャッターでガラガラ立ちはみんな同じポーズだな、山男。オッケー。これあれじゃないの？ん？え？これなんか足変なになってない？これあれだよね。え？主ポケモン？え、これガラガラが主なの？もしかして。これ主ポケモンでいいのかな。お、合ってるわ。これ、え？骨骨ボーンどんな鳴き声だよ。え？虫ポケモン変わってる。エンニュートじゃない。エンニュートだっけ？確かエンニュートみたいな名前だったよね。ガラガラか。
てかあれでかいからなんか変な風に見えたんだな体が。素早さ軍隊からはずるいなそれ。いやでもあれか、そこも、まあいいや。うわ、めんどくせえなー。これあれでしょ、どうせ。自分は見切りやったけど、これターンの終わり仲間呼ぶんだよな、やっぱり。ずるいよ。ガラガラ。あ、これで炎乳と呼ぶんだ。なるほどね。でも、地ならしで、さすがにギャロップ削れないだろ。あー、毒はめんどくさいなー。火炎車。強く、お前さ、強すぎるわ。これ、やれないから左。あ、やれ、やれた。ちょっと待って。買ったからから。マジで言ってる？ちょっとバカげてないか、それは。これはもうギャロップはもう、死ぬしかないね。うわ、マジか。主ポケモンさ、これ初期ステも上がってるよね。素早さが上がってるだけなのに、このダメージは異常だもんな。そしたらちょっと、モフリ対戦まだレベル低いけど、岩落としでどうにかしてもらうしかない。岩落としってさ、命中率、90なんだ。てか、そっか、悪タイプも効果抜群なのか、ゴースト入ってるから。じゃあ、いけんじゃん。最悪、あの火炎車のダメージってことは、待ってやば、なんだよ、これ。やばい。バカ強いじゃねえかよ。いや、でも大丈夫。これね、相手のガラガラの攻撃力を考えると、イカ様、相当食らうと思う。相手の攻撃力で計算されて95ダメージだから、頼むぜ。半分は削るだろ。よしよし。この攻撃力なら、強い。あとは、もう、じゃあ、さよならかな、もうこれ。タコは。で、仲間呼ばれなければね、オッケーなんだよな。強すぎ。主ポケモンやっぱやべえな。ここはドヤ顔すぎに経験値あげるか。猫魂って、ターンの初手じゃなくてもこれ食らう？出たら最初なら食らうかな。戦闘に出たらすぐに出さないと成功しない。あ、でも食らうじゃん。で、こっちの方が素早さは強制的に猫魂や。先生。マジ頭いいな。先生技を防ぐな。オッケーオッケー。火炎車で一発で沈むことないでしょ。オッケー。しかも、ドヤ顔すぎ、素早さ早え。どのくらいなんだろう。ペルシアになってから上がったんだな、きっと。うわ、62もある。へえ。攻撃力カスだな。オッケーオッケー。なかなか強かったね。見応えあるんじゃない？俺らの踊りってお前は一言もじゃねえわ。一つも踊ってねえだろ。なんだかんだこれであれだね。三つ目だよ。試練。何個あるんだっけ？七だっけ？八だっけ？次が草の試練か。多分そうだよね。真央ちゃんだから草の試練だよな。あの人、草だよね。虫じゃないよね。早く草 Z ゲットして草打ちたいよ、Z 技。全然使ってなかったから名前出た草 Z。もう炎は死ぬほど使ったやん。お、クイックウォール。まあまあまあ。あ、来たー！これは空を飛ぶだね。今までで言う。ここでもらえんのが。なんでこんなたけしみたいな顔になっちゃったの？どうしたの急に。あとさ、リーディちゃんが前ホテルで待ち合わせしてるとか言ってた人いたじゃん。なんかね、そこのホテルの2階の奥の部屋行くとなんかね、ある人がいるよってツイッターで教えてもらったんだよね。結構前に。お！岩石封じはいいな。岩タイプの技これ、
岩落としより強いよね。岩石落ちって60ぐらい。あるある。だってさ、岩落としさ、威力50のくせに命中も90しかないんだぜ。これもう岩落としある意味がないもん。岩落としを消そう。上位互換でただの岩石龍二は。ん、来たか。こいつさ、確かメスしか進化しないみたいになかった。俺こいつオス捕まえてさ、でなんかコメントかなんかで、ね、そいつメスしか進化しないよみたいなこと言われた気がするんだよね。一応調べるか。あ、やっぱそうだ、メスしか進化しねえわ。こいつさ、炎ダイブラシ捕まえてみようかな。前回のパーティーにいなかったし、アロラ仕様のポケモンだし、完璧やん。いいぞ、メス呼べ。メス呼べ。妻を呼べ、妻を。ふざけんなよ、お前。人気者ブルナー友達いねえくせに。あ、ブービーも出てくるんだ。いや、まあでも、ブーバーはいいな。ブーバーは、ジョートとか関東とかそっちのポケモンだから、違う。ガルーラまで出てくんの？いや、これ、ちょっとあれだけど、ちょっと、お前も上都関東ぐらいだからな。メス、メス、メス。な、ここ出てくるポケモン多いから、とっととメス出てくれ。なんでだよ！ちょっと待って、全然メス出てこない、ほんとに。これメスレアなのか？進化するからさ。お、竜の怒りとか覚えてんの？やるじゃん。来た！メス！メス！妻！妻やべ、妻を！来たか？な、お前らよ、マジで。これ竜の怒りって確か40、あ、そうだ。これ40固定ダメージなんだよね。いいよね。序盤すごい使えると思う、40固定ダメージって。あー、久しぶりだ。15回ぶりぐらいで、本当に。全く出なかった。3分の1で出るはずなんだけどね。あー、もうメス出ないじゃん。ビビリ玉を使おう。これでなんか何回でも呼ぶようになるらしい。できるだけこんな時じゃ使いたくなかったんだけど、もうさすがにちょっときつい。あと助けてなんかエンニュード出るっぽいんだよね。おーい、間違って倒しちゃったんだけどさ、光合成覚えんの？間違って倒、いやー、怖い。エコーボイス消すか。間違ってさ、倒しちゃったけど、これ呼ばないよね、もう俺、きっと。あ、呼ぶ呼ぶ呼ぶ。もう早く。もういい加減にしてよ、30分経ってんだよ、もう。来たー！これ、追話まで死なないよね。いくらタイプ、いや、怪しい風ぐらいにしとくか。ほんとに慎重に行こう。でも、葉っぱ買ったわ。しゃあ、俺来たー！しゃあ、粘ったかいやったー！なあ、エンニュートンなら立つんだな。さっきのエンニュートンよく見てなかったかんな。毒と炎か。なんだよ、メスばっか出るようになりやがって。初めから出せ。ここだ。お、なんだ？X ボタンとかメタ発言するな。これは前からあるね、ポケリゾートっていうのはなんか確か個体値がなんか上げられる施設みたいなのが あるみたいな話を友達に聞いた気がする。よっしゃー、早く草セット欲しい。おーっと、あ、またこいつらか。いいねー、こいつら結構好きだからねー、俺。好きだからねー、俺ってなんか違うか。好きなんだよねー、俺か。もはやなんか親御さんの気持ちになっとるやん。
あ、そうなの？使いこなせる。へえ。科学者？アローラ。あいつらの仲間じゃないよね、きっと。こっちのアローラ地方の、あれ、科学者ってことでしょ？あ！エーテル財団だ。え、シェードジャングルにヌメラいんの？ヌメラってあれだよね。あ、でもヌメラはあれか。アローラのドラゴンじゃないか。じゃあいいや。XY か。あ、めんどくさいめんどくさいめんどくさい。あれ？このロコン前のロコンじゃん。スカルダンに襲われてた。かわいい。クーン？あ、会いに来るだけなの？ポケモンにはならねえんだ。コン。大きいマラサダ持ってたっけな。持ってねえよ。ちょっとこのロコンのお願いは聞いてあげるか。え、アクロマじゃん。え、アクロマだよね、これ。アクロマだ、完全に。科学者ってアクロマのことか。半分出てなかったよね、アクロマ。あれ、なんか腕の装備とか変わってない？あ、これ前からだよね、これ。うわ、嬉しいな、アクロマいるなんて。そそられますね。なんかめちゃくちゃ、なんかあの右手についてるスマホみたいにいじってんだけど。マナー、お、ニトロチャージ。まあまあまあ悪くないね、序盤にしては。そっかそっか、せっかくだからさっき捕まえた名前なんだっけ、あいつ。ポケリゾート推しがすごいな。どうだろう、敵か味方かだよね。ニトロチャージ、命中率100で威力50、物理、いいやん。オッケー、甘い香りを消してニトロチャージ。お、8番道路全員倒したらフリーウォールを、クリーフォーウォールをくれる感じか。ヌイコグマ、あれ？こいつ入れてなかった？あれ、XY で入れてたんだっけ？何で入れてたか覚えてない。てか、どこの地方だっけ？これさ、アローラだっけ？そこでも見つかるのすごいな。何ていうかわからん。達也、お前、目良すぎ。ブクレってなんだ？あー、こいつは、こいつはなんか、ウォーロットみたいなやつになるよね。ウォーロットだっけ？なんか謎のなんか、
変なやつだね。こいつゴーストと木だよな。んー、なんかアローラ地方と XY とかブラックホワイトが俺、ま、頭の中で混ざってるからさ、こいつがどこのポケモンかよくわかんないんだよね。てかこいつ草タイプ入ってんなら初めから水場もやっとけば絶対ワンパンだったじゃん。鳥飛行タイプ入っててタイプ1で 1.5 倍になるからね。ケラパッパ？ケララッパ？あ、こいつは、あれ？あ、こいつアローラだ、こいつアローラ、アローラ。つつけらの進化系だ。名前の原型なさすぎだろ。つつけら、あ、ケラってあるわ。ケラってら、つつがなくなったんだ。あ、もうめんどくせえな。光合成と、羽休めって同じだよね。多分。回復量。あ、光合成はあれだ。天候が晴れてるとさらに回復するんだ。リキエブルナ。あ、来た。ケゲンカリじゃない？あ、来た来た来た、マケンガニだ。ケゲンカリは進化系だっけ？懐かしいなー。こいつにはいろいろ活躍してもらったよ、サンムーン時代。ただこいつ柔らかいんだよね、確かすごく。なんか防御力なさすぎて大体一撃で沈められるみたいな、なんかそういう記憶しかない。悪い顔してんな、研究員の文高。アマルス？ドラゴンタイプだっけ？あれ、こいつ何になるやつだ？あれ、アマルスってあれか、化石ポケモンか、こいつ。水とドラゴンみたいな感じじゃなかったっけ。なんかもうめんどくせえからもう一撃で吹っ飛ばすわ。今一つ？え？違い！え？しかもなんか、今突進したよね、こいつ。突進やったんだよね。なんで突進が効果抜群なんだ？どういうこと？なんか特性がなんか。え、こいつ何タイプ？つつくが効果今一つ？ってことは岩が入ってる？岩ドラゴンと見たよ、拙者。地ならし効果抜群だろ！どうだ？あ、やっぱ岩だ。もしかしたら岩単体かもしれないな、ドラゴン。入ってない説。でもドラゴンっぽいんだよな、見た目。オッケーオッケー。岩は確実に入ってるわ。ってことはもう一体化石か。オムナイト、そうだ。かわいい。なんかオムナイト久しぶりに見た。こいつは、岩と水だよね。グレイツ！お、おー、グラジオ！なんでだよ！